すぐにお前は知るだろう。暗黒流星剣の本当の恐ろしさを、黒い石の恐怖を。こんにちは、レフト兄弟です。本日紹介するのはこちら、セイントクロスマイスの暗黒ペガサス&暗黒アンドロメダになりますね。これね、セット販売なんすよね。でね、今回ね、両方紹介したいってところなんですけども、そうするとちょっと動画長くなっちゃうんで、今回はこの暗黒ペガサス、こいつだけ紹介していきたいと思います。まあね、僕初めてね、動画投稿させてもらったのが、セイントクロス体系の暗黒ペガサスなんですよね。まあね、今回ね、ちょっと原点に戻るって形で、このセイントクロスマイス、こいつを紹介していきたいと思います。まあ、なんでね、当時ね、これ紹介しなかったっていうと、まあ、当時はね、僕ね、これね、持ってなかったんですよ。まあね、それから半年ぐらい経って、ちょっとまあ中古になっちゃうんですけども、これ購入させていただきました。では早速裏の方を見ていきたいと思います。まあアンドロメダ次回ってことでね、まあペガサスの方ですよね。まあね、これね、僕ね結構好きなんですよね。まあ好きだもんで一番最初に動画投稿したんですけどね。では今回こちらの方開封していきたいと思います。はい、早速箱から出してみました。これね、クリアケースが一体になっていますね。まあ下の方にね、暗黒アンドロメダが入っていたんですけどもね、これが暗黒ペガサスのフィギュア素体になります。顔の付け替えパーツも別で1種類ありますね。あと手の付け替えもあるのかな。で、クロスの方があって、オブジェ形態のパーツになりますね。では早速、こちらの方、装着していきたいと思います。クロス装着しましたではないんですよね。今回はね、これ一応全部プラケースから出した状態になります。クロス装着の方もね、していきたいと思いますね。では、暗黒ペガサスの素体から。これね、肌の色がね、若干黒みがかかっていますね。でね、すいません、これね、付け替えのね、別パーツかと思いきや、まさかのこれ、ペガサス聖夜の付け替えの顔のパーツになりますね。まあ、暗黒ペガサスはこれだけでした。では早速、まずクロス、足の方からつけようかな。では、足の方外しちゃいますね。で、もうパーツから。じゃあこれもつけて、で足のパーツですよね。でそうしましたら、この足の方は元に戻します。で逆も同じですよね。じゃあももの方をつけて、足のパーツをつけて、で足の方も戻します。これね、撮影しながらだとね、やっぱりねちょっとねやりにくいですね。前にカメラがあるんでね。でここの部分かな、これも差し込むんですよね。これで取り付けました。まあ逆の方も同じですよね。まあね、この装着ってね、結構ね時間かかるもんでね、いつも省いちゃうんですけども。で腰のパーツ、こちらの方、まあこれ一回外すんですよね。これを外して、これが開くんで、これをねこの後ろのところの溝のところにはめ込むんですよね。これをはめて、まあこんなこと言ってる間にね、こうやってね、やっぱちょっとポロポロ外れるんですよね。こんな感じで、でこの部分を元に戻すのかな。これでウエストの方取り付けました。まあこんな間にね、こうやってねポロポロパーツが外れちゃうんですけどね。まあセイントクロスマイスはもう大体そうですね。まあ EX になると随分変わるみたいですけどね。でこのボディの方、これもね一回ここを外すんですよね。でこれを開いて、この裏の方にこう取り付けるのかな。でそうしましたら、これを元に戻すとね、これではまりますね。まあそうしましたら、今度腕の方、これもね一回手の方は取りますね。で腕のパーツを差し込んで、まあ逆も同じですよね。これも差し込んで、で手のね交換パーツがね全部で3種類ありました。どれにしようかな。やっぱ握り拳の状態にしようかな。でね、これね、ちょっと嬉しいのがね、この甲のパーツが別パーツになっているんですよね。これ一体のものもあります。では、これも取り付けて、こうですよね。こうなるんですよね。今、そうしましたら、こちらの方も、ここがね、僕ちょっと苦手なんですよね。うまく入らないんですよね、いつも。これで結構時間がかかってしまいます。これね、本当にね、ここね、むちゃくちゃ嫌いなんですよ。まあね、これでね、ものすごく時間がかかっちゃうんで、僕は動画の方をいつもカットさせてもらってるんですよね。入りました。まあそんなこと言ってる間にね、この手のこの甲のパーツなんかもね、外れちゃうんですよね。これも元に戻して、こんな感じかな。じゃあ逆も一緒ですよね。
はい、逆も入りました。まあこんな感じですよね。まあそうしましたら今度肩パーツ、まあこれはね、この溝のところにはめ込むだけですね。こんな感じかな。いや入んねえな、これも。こんな感じですよね。で逆も同じです。これで入りましたね。まあこれで頭部以外は全部装着しました。いや頭部の方ですよね。まあこれ一回顔の方取っちゃいましょうか。でこの髪型もちょっとバラさないといけないんですよね。まあこれもバラして、これも取っちゃいますね。まあ髪型の方これで外しました。まあそうしましたら一回これマスクの方確かバラすんですよね。これ聖夜と一緒ですね、ほとんど。まあこれでバラして、で後ろ髪これがつくんですよね。かっけえなこれ。これでつけて前髪のパーツもここにはめ込むと、こんな感じですよね。まあこれができたらこちらの方に取り付けるんですよね。つけました。これをつけたらこのペガサスの頭部、ここを取り付けるんですよね。どんだけかっけえんだよ。まあこんな感じですよね。これでできましたね。まあそうしましたら体に差し込んで取り付けですよね。まあこれで暗黒ペガサスできましたね。いいですね。暗黒流星拳、黒子拳ですよね。まあね、かっこいいっすよね、これね。まあね、まあこんなこと言ってる間にこうやって取れるんですけどね。でもどうだろうね、これ中古で買った割にはね、関節がね、結構いいですね。関節、ゆるゆるではありません。まあこれあれかな、前の持ち主そんなに使ってなかったのかな。結構ね、関節しっかりしてますよ。いいですよね、こう、黒子拳。まあね、これ、食らった方は地獄なんですけどね。でね、やっぱ例のごとく、このオブジェ形態の時みたいな、この変なパーツ、この腕の。これはね、やっぱついてますね。で、この羽の方もついてますね。まあね、これね、僕やっぱアニメ再現したいんで、これは、やめかな。で、やっぱね、この暗黒ペガサスね、やっぱりね、僕ね、この声優さん、むちゃくちゃ好きなんですよね。まあね、ちょっとね、いるんすけどね。これですよね、もう本当に17号っすよね。声優さん同じです。まあちなみにね、メグレスのアルベリヒ、これもね、暗黒ペガサス声優さん同じなんですよね。まあこれはね、もうフィギュアライズスタンダードのこのプラモデル、まあ以前ね、こいつの方は作ったんですけどね。まあこれはね、簡単に素組みして、まあ艶消し拭いたぐらいですかね。まあね、このね、声優さんマジ最高です。ではオブジェ形態の方に移りたいと思います。こちらがオブジェ形態になります。アニメ劇中ではこの暗黒ペガサスのオブジェ形態、この状態はね、登場していないんですよね。まあマイスによってこうやってね、再現できるってのはやっぱちょっと嬉しいですよね。まあね、やっぱりこのペガサスクロスかっこいいですよ。まあね、やっぱね、主人公がつけてるんでね。でもね、まあ今回暗黒ペガサスって状態で、この黒い状態、これね、僕結構好きですよ。かっこいいっす。今回紹介させていただきました、こちらの暗黒ペガサス。まあこの暗黒ペガサスっていうのはアニメ版のクロスになるんですよね。まあ原作の方はね、マスクがちょっと違います。どうだろうね、アニメ劇中は結構再現されているんじゃないでしょうか。まあマイスになることによってね、このマスクを外した状態とかね、再現できるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。でね、この暗黒セイント、どうだね、あとドラゴンとスワンと、まあアンドロメダまた次回紹介しますけど、まあね、原作版っていうのはね、発売されてないみたいですね。これから発売されていくのかな。まあね、僕的にはね、やっぱ EX でね、やっぱ出てきそうですよね。まあちょっとわかんないですけどね。まあ出たらかなり発表しそうです。アニメご覧の方はご存知だと思うんですけども、このね、中の服、アンダーウェアがね、実際はね、アニメですと黒なんですよね。まあね、このあたりをね、実際ね、この青じゃなくて黒で再現してほしかったところですよ。でね、やっぱね、これね、声優さんがね、僕、むちゃくちゃ好きなんですよ。まあ、そういった形で、ね、今回ちょっと17号も置いちゃってるんですけどね。次回はね、この暗黒アンドロメダ、こいつの方を紹介していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。